たくの質問をしたいと思います。妊娠して食べ物の好みは変わった？うん、変わった。結婚式は挙げた？挙げました。バンと遊ぶ家族家族家族今日はママに結婚して妊娠している人にたくの質問をしたいと思いますというのもですね、3姉妹のママをやってるベテランママじゃないですかそうですか？そうでしょ、ベテランママでしょはい、お願いします。いきます。一番初めての妊娠、初めての妊娠は2014年で24歳の時に初めて妊娠しました。今4人目がいるということで何ヶ月目？はい、6ヶ月。妊娠が発覚したのはいつ？5週目ぐらいの時に、来ないなと思って。その時どう思った？え、嘘マジって思った旦那さんの反応はどうだった？旦那さんも、え、嘘マジみたいな、うん、お互いの両親の反応はどうだった？みんな、え、嘘マジみたいな現在体調はどう？あ、もうすこぶる良くて毎日楽しいです。不安や心配事はある？意外となくて、なんかもう楽しみでしかない。仕事はしてるの？してます家事はしてる？家事もしてます。旦那さんは家事を手伝ってくれる？うん、怪しいけど、でも手伝ってくれるかな。うん、セーフ、まあね、あの私の中ではやってくれてる方だと、はい、妊娠して食べ物の好みは変わった？うん、変わった。妊娠して中身は変わった？中身私の性格かな、変わってないと思うけど、全体的に変わった。変わった、うん、外見は変わった？うん、変わったかな。でも変わんないねって人もいる、うん、ママになった実感はある？ある。妊娠してから気をつけていることはある？妊娠して、今回の妊娠はすごく白米が大好きになっちゃって、食べるのが太らないように気をつけてます。赤ちゃんのために我慢してることはある？コーヒー。うん。あ、旦那さんはどんな人？まあ優しい人かな顔がかっこいいじゃなかったっけ？違う、うん、はい、妊娠してから旦那さんは何か変わった？変わったかな。いろいろね、なんか重たいものとかを持ってると、いやいや妊婦なんだからって言うようになった。でもいつも持つじゃないですか。あれ？フル持つ？フルってなってる。次は？旦那さんの好きなところ3つ教えて。3つ？優しいところと、お仕事頑張ってるところと、子供に優しいところ。みんな、パパ優しい？ありがとう、はい、嬉しいね、はい、恥ずかしくない赤ちゃんはどっちだと思う？パパ、男の子の ね、うん、ね、そう、うん、女の子と男の子どっちがいいかな？もう男の子ってもうそれが嬉しくて、今回はワクワクです。分かった、静かにしてください。パパはいつも一緒にやってくれて嬉しいです。はい、静かにしてください、はい、すいませんけどね。子供は何人くらい欲しい？あ、今もう4人目で3人女の子で1人念願の男の子が生まれるので、もうここでストップです。はい、今何人目？4人目です。名前はもう決めた？まだです。ベビー用品は買い揃えてる？いや、まだだけど早く買い揃えたい。どんな子に育ってほしい？うん、もうとにかく1個のことでもいいから一生懸命頑張れる子に育ってほしいです。はい、ここだけは似てほしくないって思うところある？私の面に関してはガサツで、パパの面に関してもガサツ今幸せ？幸せです。愛する人の子供を授かるってどんな気持ち？いや、なんかね、もう、あ、私って恵まれてるなっていう感じ本当に？うん、本当だよそれなんか作ってない？大丈夫？あの子先から作ってるかな、作ってるかな結構パッパ行こうと一生懸命もう即答してます、うん、お腹に話しかけたりしてる？あ、してます。めちゃめちゃ。最初の時は俺知ってたけどね。もうなんていうの、一心同体だから今。あ、うん、いつでもね、うん、そういうことか、うん、はい、休日は何して過ごしてる？休日は子供たちと過ごすように、なるべく平日に仕事をガーって終わらせて、こうのんびりできるようにとか、うん、してるかな。デートはどこに行ってる？デートはあんまり行ってないかな。行けてない。朝は何時に起きる？6時。お昼寝はする？しない。夜は何時に寝る？夜10時にお布団に行くけど、携帯とか見てたら12時ぐらいかな。夜はちゃんと寝れる？寝れます。悩み事とか周りに相談できる？あんましないで自分で解決するかな。おお。涙ぼろくなった？なった。めちゃめちゃ子供生まれてすっごいなった。怒りっぽくなった？怒りっぽくもなった確かに。ママ怖い人、ママ怖い人。
いなーいなー恐怖で支配されてるいないんでしょ、はい、次に、でも逆に嫌だ怒れた逆に嫌だそうですそりゃそうだ、 そりゃそうだ怒られたくない、はい、だけどママかわいいありがとう言わされてる言わされてるはい、はいはい、静かにしてくださいあ台本通り台本通り静かにしてください大好きです、はい、どんなママになりたい子供がママを誇れるママでいたい どんなパパになってほしい同じくパパが自慢できるようなパパでいてほしい太らないようにしないとね今どんな家庭今どんな家庭、うん、笑顔があふれる家庭かな、ねはい、早く子供に会いたい会いたい会ったら最初になんて声をかけてあげたいいやきっと私はまずいつも通り生まれてすぐ時間を読んで生まれてきてくれてありがとうっていうかな毎回ね生まれてきてくれてありがとうって泣きながら泣くね、はい、旦那さんは出産に立ち会うのかなうんできれば今の時期でも立ち会ってほしい、はい、2人はどこで出会ったの学校旦那さんの第一印象は旦那の第一印象あなんか本当に知らない時から言うとなんかいかついグループがジロジロこっちを見てるなと思っていたどっちが先に好きになったのあっちえ、嘘つけえ、パパでしょいや、まあいいや告白したのはどっちパパかな初デートはどこに行った初デートは新宿だよ、ね、新宿横浜だろ違うえ、うん、喧嘩はしたことあるあるめっちゃあるよそんなあるあるんじゃん、うん、別れたことはあるはないないね、うん、記念日やイベントは大切にする方意外としない方だよねそうね、うんうん、2人お揃いのものって何がある時計とか旦那さんに言えない秘密はあるないあガバまで持ってこう旦那さんはあなたに秘密にしてることあると思ううんあるんじゃないかな2人の決め事や約束事はあるないそういうのは縛らない、はい、付き合ってどのぐらいで結婚意識したあえもう最初からしてたかなうん、かっこよかったからなプロポーズはどっちからプロポーズはパパから結婚式はあげたあげました新婚旅行はどこに行くおは行ったハワイに行きました今でも恋人の時のようにラブラブうんそうかなそうだねマンネリしたことはあるないかな2人の思い出の曲は曲なんだろう曲って言われると難しいかな2人の思い出の場所は思い出の場所うわーいっぱいあるな悩むなでもお家かないえ旦那さんのために努力したことしていることはある、いつまでも綺麗でいないとなと思ってますこれから努力したいことは、痩せたい旦那さんがお気に入りのあなたの手料理は何全部好きです本当に2人に共通する趣味ってある趣味あでも HY は2人とも好きだよねそうねそのぐらいえいやだいぶ共通してるでしょ趣味っていうかもうねそうだねうん、うん、そうかここだけは合わないなって感じるところはあるないかなそんなになんか気になることないし今までもらったプレゼントの中で一番嬉しかったのは一番嬉しかったのは好きって言ってもらえれば何でもいいかなのろき始めた今まであげたプレゼントの中で一番喜んでもらえたのはあんまりねなんかね薄いんだよねいつも反応がもっとなんかわーって喜んでほしいプレゼントの時薄い薄いああ、うん、そうか、うん、お風呂はいつも一緒に入ってる入ってない寝るときは一緒に寝てる寝てない旦那さんのこと尊敬してる尊敬してるすごく言いたいことや思ったことはきちんと言えてる言います旦那さんは言いたいことは思ったことを言う、うん、言うんじゃないかな旦那さんに直してほしいところはあるあるいっぱいあります何ですか例えば脱いだ服脱ぎっぱなしとか靴下いつも紛失するしもうなんかもうあれがないこれがないでなんか行ったら 2,3 分で家に帰ってくるってことが旦那さんの変わってほしくないところはあもう何事も一生懸命頑張るとこ旦那さんと電話はする？する毎日するね。旦那さんとメールはする？メールも LINE もするね。生まれ変わってもまた一緒に乗りたい？うんそうだね。旦那さんのこと好き？うん好きです。心から愛してる？しつこいね。心から愛してますね。一生愛し続ける自信はある？ありますそこは。あなたにとって恋とは？恋？なんかキラキラ青春的な。あなたにとって愛とは？愛フルかな。あなたにとって結婚とは結婚は覚悟あなたにとって家族とは家族は幸せあなたにとって人生とは人生、一生自分磨きかな結婚してよかったよかった本当によかった結婚生活はどう
うん、楽しいです毎日、うん、赤ちゃんが大人になったら赤ちゃんが大人になったら、うん、想像つかないけどとりあえず一回泣くかな今日のタイミング旦那さんがおじいちゃんになったら、うん、私もおばあちゃんだよね、隣に入れればそれでいいかな。赤ちゃんに一言赤ちゃん、うん、元気に元気に生まれてきてくれればそれでいいです。旦那さんに一言、旦那さんこれからもよろしくね。これからの目標や抱負をここで誓ってください。目標、毎日を楽しむ、辛いとかもうそういう顔はしない。してないじゃんいつもじゃあできてるから今現状維持シワを増やさない、体重を増やさないそれ希望じゃん、うん、頑張ります。美ボディで性格とか中身で見た目良ければ全てよしかな。これからこのチャンネルでしていきたいこと、していきたいこと、まあ、いろんなところを見て子供たちにもいろんな経験をさせたいかな。自分自身も4人目の男の子、期待していること、期待していること、そうだね、なんか女の子でできなかったことをやってみてほしいなっていう気持ちはある。別に強制しないけどサッカーとか野球と か, なんかそういうのちょっと憧れるかな。チェン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 、長かった、大丈夫ですか、みんな聞けました、変なこと言ってないかなまたあれだよね、ママとして3姉妹の娘とこれから1人男の子が生まれるママとしてなんかね質問とかあったらね、ぜひコメント欄にていただけたらね、今度まとめて答えられたりできる、そう、ね、そんなのいいんじゃないですか。そうだね、何でも聞いてください、はい、はい、何でも聞いてくださいだそうです、はい、はい、大丈夫ですか。私は大丈夫です、はい逆にね、なんかこういろんな人のも聞いてみたいね、何がね、うん、とかね、そんなこともねいろいろ聞けたら嬉しいですね、うんうんうん、共有できたら、うん、そうだね、はい、自分はこう思いますとかね、うんうん、言ってくれたらいいな、はい、今日はねなんと二段ベッドの間からちょっとね紹介してきましたと、うん、このね二段ベッドね、うん、閉鎖感なくていいんだよね。そうなんです、パパの作業場の隣で、そう、はい、いつもここからパパの作業を眺めるっていうそんな感じです。はい、ではありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、こちらこそ今日もぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。はい、お待ちしてます。バイバーイもう終わりです